はい、じゃあ続きからやっていきたいんですけれども、今回図形問題ですね。で、まあ図形問題苦手にしてる人多いんですけれども、とりあえずね、まずはしっかりと図を描くっていうところを意識してやってください。ただ、まあ、今回はですね、非常に優しくて、ここ参考図っていうことでどんな図形かっていうのをね、パッと書いてくれてるので、これをね、利用しながら解いていくっていうのが一番手っ取り早いかなというふうには思います。で、いろいろとね、条件書いてあるので読んでいくんですけれども、三角形 ABC というのがありますよと。で、それぞれ AB と BC と CA を一辺とする正方形ですから、これとこれとこれはそれぞれ正方形なんですね。あの、正方形ってね、いろんな性質があるわけですよね。当然全部辺が同じだっていうところと、それぞれの角っていうのは全部90度っていうところで、もうすでに分かってるっていうところで、情報量が多いのでしっかりとチェックはしておいてください。で、まあ、それぞれをこう線分で結んだ図形になりますね。で、これにおいてそれぞれいろいろなね、こういうふうにもう言ってるわけですよ。これをこういうふうに置きますみたいなことで、このグダ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 言ってるわけじゃないですか。だけどこれやっぱりね、書いてみないとわからないっていうか、わかりにくいので、頭の中で処理するんじゃなくて、もうとりあえずね、どこがどういうふうに設定されているのかっていうのをね、もう書いちゃってください。多分そっちの方が話早いです。で、まあ、これが分かってくれば、ここが角が A だよねっていう風にもう分かりやすくなるので、どん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 書き込みっていうのはやってくださいね。で、まあ、問題をどんどん解いていきたいんですけれども、まずね、sin A っていうものの値を求めてくださいっていうところから始まってるわけですけれども、まず皆さんが意識しなきゃいけないのは、 sin とか cos とか出てきたら、これをね、行ったり来たりするっていうのを自由にやらなきゃいけないわけですよ。で、もうこれはね、当たり前のごとくできるようになってください。問題の中にはもちろんタンジェントに行く場合とかっていうのもありますけど、基本となるのはやはりいう公式ですね。まあ細かいこと話してると長くなるんですけれども、まあこれはね、単位円というものの概念があれば一発でわかる話だと思うので、まあ、別の動画とかでもやってますから、しっかりと復習をしておいてください。で、今回サインを求めたいんですけど、sin A って一体何かっていうとですね、1マイナス、まあこの式見てもらったらわかると思うんですけれども、cos2 乗 A っていうものからルートっていうのを取ってあげればいいって話ですね。で、プラスマイナスあるじゃないかっていう話、もちろんあるんですけれども、今回はですね、ここの角度っていうのを考えるときに、三角形の内角っていうのが A になってるわけですよ。ということは、どうあがいても0から180の範囲にしかないわけですね、角 A っていうのは。なので、まあ今回サインの値はプラスしか絶対取りませんから、まあ、こういうふうに書いてるわけですね。もちろんマイナスも考慮する必要性はありますよ、180度超えてくるとね。まあだけど今回は三角形なので大丈夫という話です。で、このことさえ分かってしまえば、もうあとこれ代入するだけなので、5分の4になりますねという話になります。続き、三角形 ABC の面積出したいって話なんですけど、三角形 ABC っていうのは、これももはや公式的に言われてますね。こういうふうに書けますよという話です。まあこれね、公式っていうよりも、普通に小学校で習う底辺かける高さ割る2ってあるじゃないですか。あれをちょちょっと応用してるだけなんですね。まあもちろんこれ公式とかの導出がわからないよとかっていう人は、まあ、別の動画とかでもね、いろいろ言ってる部分あるので、そちらの方でチェックをしてみてください。んで、まあこれあとはもうすべて数字わかってますから、代入してあげて答えが12だというのがわかりますよと。で、今度はそのお向かいさんであるここをですね、 AID の面積が知りたいっていうふうなことを言ってるんですけど、まあこれはね、最初言った正方形っていうワードですね、これがすごく大事になってくるんですけれども、 AI の長さとか全部もう分かってるんですよね。なぜなら正方形だから。だからここ B でしょ、でここは C でしょ。でね、この反対側の角度、ここですけど、角 IAD っていうのはなんぼかっていうとですね、実はこれ180度マイナス角 A っていうのになるっていうの分かりますかね。これはまた正方形っていうワードが重要になってくるんですけど、こことここって90度ですよね。ということは、残ってる部分って360から90を2つ、つまり180残ってるんだから180しかないんですよ。つまりここの角度とここの角度を足し合わせると180度です。
なので、まあ、こういうふうなことが言えるわけですね。で、まあ皆さんも公式的に覚えてる人も多いかもしれませんが、単位円とかをね、考えてもらえれば非常に話は簡単だとは思うんですが、こういうふうな関係式って成り立ちますよね。つまりサインの値も一緒なんですよ。各辺の長さとサインの値がここで言うように一致しているということは、当然 AID というものの面積はですね、三角形 ABC の面積と一致するわけですから、もう計算するまでもなく52なんですね。大丈夫でしょうか。で、今めっちゃこうなんか長々といろいろ式を書いたりとかね、話をしてきたわけですけれども、もう見た瞬間に、こことこここれ一緒だよね、で、これも一緒だよねって言うんだったら、わざわざ書かなくても大丈夫です。共通テストって、まあ、マーク式なわけで、全部説明しなくてもいいんですね。答えさえ分かれば極端な話それでいいんですよ。で、まあ僕らは一応解説をするっていう立場だから全部こう説明しないと、いやだってこれこうでしょとかって言っても困るじゃないですか。だからいろいろ喋ってるんですけど、皆さんは頭の中で処理できたらもういきなり答え書いちゃって大丈夫です。っていうか、そういう風にして少しでも計算量とかを減らしていかないと、やっぱりね、なんだかんだで間に合わない、時間的にね、っていうことにもなりかねないので、そこのところはね、意識しながらやってもいいかなと思います。もちろんそのどうしても確信が持てないとかっていうんだったらやってもいいですけれども、まあそこはね、各自練習とかっていうのを踏まえて考えてやってみてください。括弧2番なんですけれども、まあね、ちょっとこれはややこしいかなっていうふうに感じる人もいるかもしれません。で、ちょっと図形は別に載っけておきますけれども、まず正方形っていうふうに言っているんですけれども、BFGC とか、CHIA とか、まあ、いろいろあるわけですけれども、それぞれ面積、文字で表してあげると、S1 っていうものが A の2乗になって、で、S2 っていうものが B の2乗になりますね。まあ、もうこれは問題で言ってる通りです。なので、こういうふうなことがわかるわけですけれども、この S1-S2-S3 っていうもの、これが一体何になるのかっていう話で考えてあげると、文字で置き換えれば A の2乗マイナス B の2乗マイナス C の2乗っていう形になるんですね。で、これ一体何だろうっていうふうに思う人いるかもしれないんですけれども、ここでですね、この形に見覚えがないとちょっとこれは厳しいかもわからない。なんかね、取っかかりが難しい。だけどこの形を見た時にコサイン A っていうのが頭の中に浮かんだ人はもう勝ち組ですね。これが頭に浮かんだ人っていうのは、おそらく余弦定理っていうのが見えてくると思います。これ余弦定理じゃないですか。で、これって式変形してあげれば、で、今 B と C の値っていうのは辺の長さですから当然プラスなわけですよ。なので、この A っていうもの、引いてやコサイン A っていうものの値によって A の2乗マイナス B の2乗マイナス C の2乗の値が決まるわけです。0から90度の間に A がいるときっていうのはどうなるかっていうと、コサインの値はプラス、 A の2乗マイナス B の2乗マイナス C の2乗っていうのは必ず0より小さくなるんですね。で、0より小さくなるということは2番の負の値になりますよということがわかると思います。いいですかね。で、 A イコール90度のときはコサイン A の値っていうのがそもそも0になりますから、これ0になるのでちょっとややこしいですが、丸0番っていうのを選んでもらって、で、0から180度の時っていうのはコサイン A の値がマイナスで、ここのマイナスっていうのをかけてあげて、マイナスかけるマイナスだから値としてはプラスになるよというところで丸1番というふうに一瞬で解けるんですね。ちょっとこれはね、ややこしいかもしれないですけれども、まあ、もしね、これね、思いつかねえっていうふうになった場合は、まあ、パスしてもいいかもしれないですね。共通テストのまたこれポイントなんですけれども、もちろんね、流れがあるのでその流れに沿っていかないと解けないっていうケースもありますが、単発的に出てくる場合もあるんですね。だからここわからんってなった時に思い切って次のところを解いてみるとかっていうことですね。で、そういう風にすると割とね、ここはできなかったけど次からは全部解けましたとかっていうことになれば、ダメージ最小限で済みますよね。で、わかんねえからって、ってずっと悩んでても、なかなかね、答え出ないケースあるんですよ。で、時間だけ過ぎちゃって、壊滅みたいなことにもなるので、ある程度の割り切りっていうのは意識しながらやるといいと思います。
で次の括弧3番なんですけれども、今度は三角形 AID と三角形 BF、 三角形 CGH の面積を T1、T2、T3 というふうにしますよっていうふうに言ってるんですけど、これもね、まあ図形見ながら考えていくしかないんですけれども、まあややこしそうですよね。だけどとりあえず三角形 AID っていうものがどんなふうに表すことができるのかっていうのを考えてみてほしいんですね。で三角形 AID っていうのはですね、2分の 1×B×C に sin A ですよね。で先ほどは sin A っていうものをそのまんまの値っていうところで考えたんですけれども、 A っていうもので考えるのってまあ正直ややこしいわけですよ。できれば文字で表したい。だって今問題で言ってるのは A とか B とか C っていう文字だけじゃないですか。もちろんここは角度がどう角とかっていう話はしてますけどね。とりあえず文字で表すっていうのをイメージしたいので、じゃあ sin A っていうのはどうやったら文字で表せれるかなというので考えていくんですけど、一つあるのは cos を使う技ですね。先ほどやったように cos っていうのがまああったので、この cos っていうのに変換して、じゃあ cos で余弦定理っていうのを使うのも一つあると思うんですけれども、サインっていうワードを聞いた時にもう一個思い出さなきゃいけないのが正弦定理ですよね。で正弦定理っていうものをサインを見た時に連想できる人はですね、ここでどういうふうな動きをするかっていうと、2分の 1BC っていうのはそのままにサイン A のところをですね 2R 分の A っていうふうに置き換えれると思うんですよ。要は正弦定理っていうのをもう一回簡単におさらいをしますけど、でこれの外接円の半径っていうのを R だというふうにしてあげれば sin A 分の A が 2R になりますよというのが正弦定理でしたね。ということは sin A っていうのが 2R 分の A になるっていうのはわかると思うんですが、これで置き換えてあげるとですね 4R 分の ABC って形になりますね。でここでもう一個気づいてほしいんですけれども、 A と B と C の関係性ですよ。今 ABC が全部対等になってるの分かりますか？ A を B に変えて B を C に変えて C を A に変えても全く値としては変わらないですよね。ということは何が分かるかっていうと、実は ABC の値関係ないんですよ。つまり3番だって一瞬で分かってしまうんですね。いいですか？いちいちこういうふうに検証していく、もちろんね、数学とかでも、まあ、他の科目でも全部そうなんですけど、マークシートって消去法で解くっていう風に習ってる人多いと思うんですね。で、まあ、それはもちろんそうです。消去法で解いていけばいいです。ただ、最強は一本釣りです。もう一発で答えを出してしまって、もうこれしかないじゃんって選んで、ポンって一発選ぶ。だってこれだったらさ、単純に時間効率が4倍になるわけですよ。選択肢が4つあった時に、一個一個全部見るより。ね。なので、一本釣りできねえかなっていうのは常に頭の中に入れつつ、消去法っていうので考えていく、これをね実践してほしいと思います。じゃあね、最後の括弧4番見ていきたいんですけれども、今度はですね、まあいろいろややこしいですよね。三角形 ABC、AID、BF、CGH というふうにいろいろ出てきているんですけれども、ポイントは今回ね、この外接円の半径だというところですね。で外接円の半径っていうところで言うと、先ほど言ったようにね、まあ、今回サインとかっていうものを使えば非常に強力なカードとして正弦定理っていうのが使えますよというのがあります。でこの流れでもちろん正弦定理とかを使ってきっちりと、外接円の半径とかみたいなところで、まあ、見ていってもいいんですけれども、あのね、もっとこれ簡単に解けるんですよね。でどうやって簡単に解くかって話なんですけど、まあ、これはね、発想力の問題とかみたいな話で言う人もいるんですけれども、すごく重要なんで覚えておいてほしいんですが、極端な値を考えるっていうのはね、ぜひやってほしいんですよ。どういうことか、ちょっと図形の方に戻ってみたいんですけれども、こちらの図形ですよね。で、今考えたいのはどういう問題かっていうと、ここの角度の関係性ですね。この角度とこの角度っていうものが、大きくなった時にそれぞれの三角形、ちょっと色変えますけど、この三角形とこの三角形のね、外接円の半径はどうなりますかってことを聞いてるわけですよね。
だけどこれ実はすごい簡単で、今各 A が0から90って言ってますよね。つまりここが0から90度の場合なんですけど、一番極端な場合ってここの角度が0になった時じゃないですか。各 A が0になったのが一番極端でしょ。そうするとどうなるかっていうと、ここがねこんな感じの図形になると思うんですよ。で一方で上側はすんげえ横にビヨーンってこんな感じで広がるわけですね。でどっちの外接円がでかいと思いますか。これ直感的に分かる人は分かると思うんですけど、上側ってだってこういう外接円になるんですよ。めちゃめちゃでかくね。だけど下側の外接円って所詮はマックスでもここの C の長さまでしかいかないんですよ。今ここの図に書いてある程度の大きさの三角形だったらなんとなくみたいな話で分かりづらい、どっちが大きいかなって分かりづらいけど、極端な図を書くと一瞬で分かるんですよ。ということで考えればもう一撃でもう全部話が終わってしまって、 ID と BC っていうのは90度の時、仮に A がじゃあ0に極端に近づいてきた時はどうなるのかって、こういう関係式になりますよね。誰が考えてももうさっきの見た瞬間に分かるじゃないですか。でもう実は外接円の半径うんぬんっていうところまでもう一発でやっちゃったんですけれども、これも同じような関係性になるわけですよ。で、ねとのに当てはまるのはここのね不等号選んでくださいって話なので、まあ、選んであげると番号で言えば2番ですよと。もはや数式がいらない。もうもちろん数式を使って解くのが正しいというか成功法ではあるんだけれども、今言った方法で言えばこれ一撃で解けるんですね。でじゃあ外接円の半径最も小さい三角形はみたいな話で言ってるんですけど、まあここね0から90度の時は、三角形 ABC の外接円の半径がちっちゃいって言ってるんだから、まあ、その条件っていうのを当てはめてあげれば当然一番ちっちゃいのは三角形 ABC になるに決まってるんだから、ここのね下の選択群から言えば0っていうのが該当しますよね。で今度じゃあ各 C っていうのが出てきましたよと。各 C が90度になったということは、まあ、ここの関係式が逆転してるわけですね。ということは、まあ、ここの理屈で言えば、ID っていうものに対してこういう関係式が成り立つっていうことを言えているわけで、じゃあここの不等号の向きも逆転しちゃうってことが言えるわけで、じゃあ三角形 AID がちっちゃいよねってことがわかるわけじゃないですか。で、まあ、今回は三角形 AID ってもので考えているんですけれども、まあ、問題としてはね90度より大きい角は角 C だって言ってるんだから角 C に該当するようなやつっていうのはこの中の5群から選んであげるとどれかって言えば3番が該当しますよね。まあ、今僕数式とか全然使ってないですよね。数式とか使わずに、まあ、ごく当たり前の話じゃないですか。ここってこういう風にやったらこうなるよねっていう。で実はこういう実験みたいな技を使ってやると当たり前常識みたいなところで答えを出せる場合って結構共通テストはあります。だから、まあ、皆さんもね計算めんどくさそうだなとかっていう風に思うときは一回ちょっと考えてみて、あんまりねそのなんかすごい簡単にやるっていう方法をその考え続けるとどうしてもその考える時間っていうのが膨大になってしまうんだけど、30秒ぐらいはどうなんだろうっていうふうに考えてみても時間的に大丈夫だと思います。だから流れとしてまずなんかすげえ楽できねえかな、極端な方法ねえかなっていうのを最初ね10秒から30秒ぐらいまあ検討してみると、でそれでひらめいたら OK だけど、それでひらめかなかったらもうしょうがないんで頑張って数式を書いていくっていうところでねやってみると非常にいいと思います。めちゃめちゃねアドバンテージでかいですよ、共通テスト本番でそういうふうなところに気づけるとね。でそれ本番の時に気づけるかどうかっていうのは普段の練習ですよね。普段の練習をする時に、まあ、先生とかは、まあ、今言ったような方法であんまり解説しないと思うんですよ。全部ちゃんと計算式を書いて、でこれはこうだとかって言ってちゃんと理屈でね説明すると思うんですよ、数式で。だけどそうじゃなくて別の方法ないかなっていうのを普段演習をする時に自分でやってみる、別解っていうのを考える。で、これが皆さんの引き出しになっていきますから、過去問演習とかをするときには、ぜひね、別解っていうのも検討するようにしてみてください。というところでね、今日はこの辺で終わろうと思います。